はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。2時半をちょいと回りましたね、3月25日土曜日でございます。あのニュースを見ていてね、見つけました。来ましたね、これね、中央日報でございまして、お隣さんのやや保守系のメディアですね。今日13時28分になりますから、1時間ちょい前に出ていた記事で、さっき気づきました。これでございます。韓国で対日屈辱外交、球団大規模集会、都心に5万人ということでございます。まあ、5万人ちょっと足らないんですけどね、私の想定よりも。でもですね、この前が1万人、僕が見たところ1万人でしたから、5倍になった。5万人ですよ。読みましょうね。25日、ソウル都心の数カ所で労働会と進歩、保守団体の大規模な集会が開かれる。まだ開かれてないの？計5万人が参加すると予想され、深刻な交通混雑が予想される。全国民主労働組合総連盟、各国民主労総、これ過激な団体ですよ。まあ、この日午後2時30分、今頃ですね、ソウル小路大学路、テハンの一帯で、ユン・ソンニョル審判、闘争宣言大会を開く。週最大69時間で、議論を呼ぶ政府の勤労時間制度。これはどうでもいいやん。こんなどうでもいい。そんなんええねん。半日やらな。飛ばします。その後、午後3時ごろ、ソウル市長広場に移り、最大野党、共に民主党と全国民衆行動などが開催する対日外交、球団、ここや、ここ。大規模場外集会に合流する。この集会には約1万8000人、過去主催者側予想が集まるという。1万8000人な。あかんやん、5万人って書いてあったのに、ちゃうの？いや、喜んで読み始めたのに。イ・ジェミョン民主党代表をはじめとする党指導部と対日屈辱外交対策委員会の所属議員はこの集会でユン・ソンニョル大統領の韓日首脳会談結果を批判する一方、政府の強制動員第三者弁済賠償案の撤回を要求する予定だ。頑張らなあかんで。イ代表ですね。イ代表は18日ソウル市長近隣で開かれた強制動員解決策及び韓日首脳会談を糾弾する第3次反国民大会に参加した。計3600人、過去主催側予想が集まる新法保守団体の集会も開かれる。新法保守団体って何なん？要はろうそく転換行動は午後5時からテッピョンのなどで、第32次政府球団集会を開催し、午後8時30分まで都心を行進する。ほう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 、今日や、今晩ですね。じゃあ山はこの行事には約3000人が、あかんや、もっと参加しな、が参加する。一方、保守政党の新自由連帯は、サムガクチ駅で600人規模のろうそく転換行動対抗集会を開く。自由統一党もグアンファムン東亜免税店の前で、主支派読めへん、異決国民大会を開く。忙しいなほんまに皆さんね。いろいろ書いてありますけど、まあ、ちょっとあと省略。なんや、5万人かと思ったらちゃうんですね。いまいちですね、盛り上がりにかけてますね。2桁万人でやらなあかんですよ。まあ、できればね、50万以上がですね、ろうそくを持ってですね、街角に繰り出してですね、ギャーギャーとですね、ユン・ソンニョルの退陣を叫べばですね、お隣という国は、それで大統領が弾劾されるんですよ。いや、そういう国なんです。そういうことを重視する。それはそんなに国民が弾劾してるんやったら、大統領が弾劾されなあかんって、ね、裁判所が言ってくれるんですよ。お隣の民主主義はそういうオリジナルの民主主義なんですよ。
だからね、5万人では全然あかんし、1万人とかで全然あかん。あかんやん、頑張らな。ほんまに。いや、いや、だからね、野党のイ・ジェミョンさんは盛り上げよう盛り上げようといろんなこと言ってるんですけど、ご本人がもうすぐ逮捕されそうな感じですから、そこはやっぱり足引っ張ってるんでしょうね。いや、ここで頑張ってもらわんとね、ノージャパンはもう怒らへんやんというようなわけですね。ほいで、あんなあかんっつってですね、ユン・ソンニョルさんをですね、追い落としてイ・ジェミョンさんがですね、大統領になった、仮になったらですね、日本っつってやってですね、今までの合意全部ひっくり返してですね、こんなあかんねえって、現金化せえって、現金化してくれるかもわからないでしょ。そうしたら日本はですね、制裁が発動できるわけですよ。最終的にですね、国交断絶みたいなことになるかもわかりません。それが非常に私としては望ましいなと。もう一回そうなった方がいいと思ってるんで、でもいまいち盛り上がりませんね、ほんまに。どないしたんでしょうね、お隣さん。あんだけ可燃性の国民性やったのにですね。全然今、そんな1万人とか3万人とかいてもあかんな、拉致あかへん。ただのそれはただの集会でしょ、日常の。やっぱり大人さんらしくですね、盛り上がらんと、そろそろ暖かくなってきたわけですから、そんなキンキンに寒ないわけでしょう。だから、夜はやっぱしですね、2桁万人でですね、ろうそくで、ってやったらですね、もうその、1時間、2時間ぐらいかかるんじゃないですか、一つのところ通り抜けるのに。もう、ソウル市自体がですね、湧き立つということになります。反日ってユン・ソンニョルけしからん屈辱外交ってやってくれるとですね、非常にもう見たいわ。僕はあんまりこの前のね、パク・クネさんがそれやられた時にね、あんまり興味なかったんで見てなかったんですよ。リアルタイムで。いや、もちろんネットですよ。まあ、ふーっと、万全と、こんなことやってはるわ、と思って見てただけで。ここのとこ僕4年ぐらい、コリアウォッチやってましてですね、ぜひそういうのをリアルタイムでですね、見たいな、と思うんですよね。それもまた世界に発信されますからね、あの人たち何してんやろうって、世界中の人が思ってくれはるわけですよ。いやー、あかんやん、こんな屈辱ないやん。そうでしょ？自分らのね、最高裁判決をね、覆すことを今の政府はやってるんですよ。もうそれも日本に対して譲歩するみたいな感じで。まあ、ちっとも譲歩はしないですよね。日本側から言いますと全く譲歩はしないですね。向こうの国で勝手に、こう、条約違反の判決を出して、それを勝手に解決しますって言ってるだけの話やって、だ、勝手にしたらええやんというのが、日本の立場なんですね。でも、その勝手にしたらええやんと言われたことを非常に怒ってるというのはお隣さんなわけであって、まあ、いつもの通り、一人相撲ですね。で、まあ、一人で負けてるわけですけど、見事な一人負けになりかけてるんですけど、そんなあかんつって怒ってはるわけですよね、これ。迫力にかけますね。いまいち迫力にかける。そんなこのままユン・ソンニョル政権に押し切られたらね、対戦中労働者問題は向こうの国内で解決したみたいな格好になってしまう可能性ありますね。いや、それはね、いまいち物足りんなと。もう一回ね、まあ、やっぱりその4年前のですね、2019年のノードンジャパンって燃えた時にはですね、政権がそれを煽ってました。ムン・ジェインという前の大統領はですね、もう反日になると燃えて燃えて燃えて、親北になると燃えて燃えて燃えて、北朝鮮に長く長くしようって言って、で、中国に行ったらですね、ボコボコにやられてるのに尻尾ピピピって振りまくってたんですね。ただで、そのムン・ジェイン政権の時にはですね、彼がですね、一生懸命反日やーって言って盛り立ってたんですよ。で、今回ユン・ソンニョルさんは、反日を政治に利用してはいけないって、まあ、あまりまともなこと言ってるわけですよ。表向きね。表向きまともなことで。やっぱりこう、煽られんと街に出ないんですかね。もっとそんなんあれやん。頑張らなあかんやん。ものすごい期待してたのに、私。今週は、と思って。今週こそ2桁万人出んで、と思って。待ってた割にはですね、クション。まあ、明日もありますけどね、土日ですからね、これね。まあ、でも、いまいち盛り上がりにかけてますね、期待外れ。はい。
ということでございまして、この中央日報のですね、今ちょろっと読んだですね、ニュースのページを一応貼っておきますんで、私今半分も読んでます、ご興味ある方はぜひともですね、まあ行ってみてください。ちょっとがっかりですけどね、私からすると。はい、皆さんどうもありがとうございました。